続いては春休み特別企画のこちらです。ユニバーサルスタジオジャパン大好き芸人の TKO のお二人が峯岸みなみさんと一緒に春のおすすめスポットを体験してみました。仕事だけでも96回 USJ に行ったことがある TKO のお二人、今月オープンしたばかりの最新アトラクションや有名なあのキャラクターと会話ができるスポット〇〇が大阪上陸、この春おすすめの USJ をお伝えします。まずは今月オープン、地球の名作ゲームが USJ とコラボ。こちらのドラゴンクエストザリアルになります。よし、最新アトラクション、世界的大人気のゲームドラゴンクエストが今月から USJ とコラボ。仲間たちと戦士や魔法使い、僧侶などゲーム内と同じ職業を選びまして、技や魔法使い、敵を倒すという体験型のアトラクションです。遊びに行きに行って職業を選ぶ、はいはいはい、何の職業？戦士！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 流れで言うと絶対見えちゃうよ。シャシャに出てくるようになって分からん、その順位が分からん。職業の取り合いもありましたが、結果的には峯岸さんが戦士、木下さんが武闘家、木本さんが僧侶に決定しました。木下さん遊び人だと思うんだけど。3人の心一つにして冒険開始。次々と敵が通過がいます。それです、峯岸さん。そこに突如キングスライムが現れた。キングスライム、木下さんと木本さん、真っ暗だよ。見事キングスライムを撃破。この時点で木下さんの肩はすでにボロボロ。最後は強敵竜王との戦い。強敵竜王を倒すことができるのか、皆さんもぜひ体験してみてください。さあ、戦いの後はみんなで記念撮影。皆さん相当お疲れのようで、ちょっと長めの休憩しよう。そんなやったらちょっと長めのね。でも男の子のやるものなのかなってちょっと思ってたんですけど、はい、女子でもめちゃくちゃ楽しめるでしょ。他にも今月オープンした施設があるんです。ピーナッツコーナーストア、 T シャツやマグカップなど数々のスヌーピーグッズを販売。ここでしか買えない商品もあります。ファンには止まらないですよね。続いてのおすすめポイント、世界で唯一丸々と喋れる夢のアトラクション。子供から大人まで楽しめるユニバーサルワンダーランド。今月からはユニバーサルイースターセレブレーションが開催中。イースターの装いをしたキャラクターと一緒に写真を撮ることもできちゃいます。その中でも TKO の2人がおすすめするのはハローキティのリボンコレクションでございます。かわいいですね、ピンクで。キティちゃん、なんかいますけど、スター成功だから。あそこでは結構ハローキティの話することができる。いるってことですか。いるってことですか。会えるし、会話もできた。そういうことです。そんなやつじゃないですか、戦うのは。そんなやつじゃないです。もっと広々です。もっとちゃんとしてます。可愛い方に会いに行きましょう。じゃあ可愛い方に。施設内はハローキティが大好きなリボンをあしらった服や靴でいっぱい。キュートな世界観を体感することができます。一番怖いわ。ちゃん兄さんの話を思い出したら、キッチンが元気にしてあげるから、キッチンが元気にしてあげるから、やったー。
あの、はい、あの元気です元気です、はい、ハローキティと会話を楽しんだ後はみんなで記念撮影もできちゃいます。会話を楽しんだ後撮影、思い出を残しましょう。これはいいね。 TKO が紹介するおすすめスポット、続いては丸々が突如大阪に上陸、うん、ユニバーサルクールジャパン2017のエリア、こちらはゴジラ、エヴァンゲリオン、進撃の巨人、名探偵コナン、モンスターハンターといった日本が生み出した5つの作品が USJ とコラボしているんです。すごいね。進撃の巨人では鎧の巨人が等身大のスケールで USJ に突如出現、鎧の巨人にとらわれる戦慄の瞬間を激写することができる。リアルですよね。数々の人気作品の中でも TKO がおすすめしてくれるのはゴジラザリアル 4D。 いやいやゴジラ、そうじゃん、ゴジラか、したよ。破壊神ゴジラが突如大阪の街を襲撃、ところから、楽しそう。興行収入80億円以上、日本アカデミー賞最優秀作品賞も受賞した新ゴジラが USJ とコラボ。全長 118.5 メートルのゴジラの凄まじいまでの破壊力を全身で体感できる 4D シアターアトラクション。ゲストは最新鋭の戦闘機に乗り込みゴジラに戦いを挑みます。わー楽しそうこれ。おおおいいね。うわーやばいやばいやばい、うわーやばいやばいこれやばい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 よ。クライマックスでは峯岸さんゴジラの迫力にさんも大興奮。ヒロシさん、なんかさ、似てるでしょ。ヒロシさん、面白かっただけがそんなに切らない。なんか、結構もういろんな感情を入れました。もうすごかった。頑張りました。あんなに頑張りました。すごいやん。俺、でも知り合いおったんちゃうかな。人いっぱいいたけど。全然元気なの。ヒロシさん、俺、知り合いない。迫力満点でしたね。これも連絡する。すごいな。来月は新アトラクションが登場。ウィザーディング・ワールド・オブ・ハリー・ポッターではプロジェクションマッピングを駆使したナイトショーがスタート。他にもミニオンのユニークな可愛さが丸ごと楽しめる世界最大のミニオンパークがオープン。それに合わせて新しいポップコーンバケツも登場します。おー、スター揃いの嬉しい。すごいミニオンとか好きだから、圧倒されてるんですよ。